今週も始まりましたアタック地方競馬、小坂井翔太です。赤道博です。よろしくお願いします。そして今回のゲストはエースアタッカーの斉藤治さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日は早速参りたいと思います。はい、嬉しいニュースがたくさん届いています。10日金曜日、兵庫の広瀬渉騎手、園田競馬第3レースを勝利し、地方競馬通算1000勝を達成しました。1番のアリエオン、3番手が前に接近していく。先頭は5馬身から6馬身のリード。2番のエクスペリオン、鞍上は広瀬渉1000勝の五輪。続いて11日土曜日、高知の内越裕二調教師、高知競馬第8レースを勝利して地方競馬通算2000勝を達成しました。3番手内から3番鳳凰ジャッジ、さらに7番のユピテルルークス、大外は8番ネオブレイブだが、先頭2番のベルルークザンダー、これに6番トゥルーバローズが並んでいって、最後は捉えたかゴール。12日日曜日の帯広競馬では第12レースを桜大和が勝利し、金山明彦調教師が地方競馬通算1000勝を達成しました。さらに4番の宇宙人と3番 J ファイター、2番手もつれそうだ、残りわずか。さあこれを尻目に2番の桜大和は文句なし。そして16日木曜日、大井競馬第5レースでは高橋優騎手が金網デスマッチとのコンビで勝利し、デビューから通算56戦目、嬉しい初勝利を飾りました。金網デスマッチ、さらにはビギンズビギン、広がってゴール、わずかに外、高橋優騎手、8番金網デスマッチ。はい、4名のメモリアルということになりましたが、斉藤さん、はい、まあ、今をときめくと言ってもいいかもしれない内越裕二調教師ですね。はい、なんと12年で2000勝という、まあ、近年は、ね、年間本当に200勝ペースで勝ち星重ねてましたから。さあそして赤見さん、高橋優騎手の初勝利もありました。はい、待ってましたね。でもちょっと、ね、人気数の馬で4コーナーを回った時にもまだ後方にいたんですけれども、ね、はい、まさにごぼう抜きでしたよ ね。インパクトのある騎乗で、ね、初勝利飾りましたから、今後も期待をしたいと思います。うん、そうですよね。はい、デビュー前のインタビューでは年間100勝難関リーディングを取って大賞典を勝ちたいという東京大賞典を、ね、はい、という話もありましたので、今後の活躍も楽しみに期待したいと思います。まずは4名の嬉しいメモリアルお伝えいたしました。さあでは最初のコーナー、こちらから参ります。今週行われた重賞レース振り返っていきます。全国の注目レースにアタック。まずは12日日曜日、盛岡のシアンモア記念です。はい、石川大和騎手とのコンビでじわっと先頭に立ったグランコージー、道中はマイペースに運んで3コーナーでバケーションに並ばれそうになりましたが、結局引き離しました。終始危なげのない競馬でしたね。今年に入って3連勝です。バケーション2番手。続いて15日水曜日、大井記念です。はい、一番人気サヨノネイチア強かったですね。移籍初戦だったバーデンバイラーがまさかの逃げという展開で、サヨノネイチアはすぐ後ろにつけました。4コーナー綺麗に間を抜けてくるときっちり差し切って連勝です。連勝の勢いは止まりません。最後は16日木曜日、門別のフロイラインスプリントです。はい、長い距離の方が適性が高いというビビアンエイトですが、 1200m でも強かったですね。楽にいい位置が取れましたし、直線は外から豪快に伸びて余裕の勝利。牝馬同士では力が違いました。1番のコモリリーガルビビアンエイト五輪。はい、今週の重賞は3レースご覧いただきました。さあ斉藤さん、印象に残ったレースを教えてください。はい、まずはやっぱり大井記念ですよね。サヨノネイチア、はい、で何といっても休み明けだったブリリアントカップの時から帝王賞を目指してきて、それでこんな高いレベルでこんなに絵に描いたように順調に埋まっていくもんなんだろうかっていうのがね、正直な感想ですよね。で、坂秀道調教師も帝王賞が本当の目標だから、今回の大井記念は8割ぐらいの出来で臨んだっていうことですから、まあ、ここからさらに上があるわけですから。そうですね。はい、なんか赤見さん、走りっぷり見ててもまだちょっと
成長というか上がありそうな、ね、そうですよね、うん、その状態的にも上がありそうですし、うん、なんかこう馬の能力的に成長的にもまだまだ上がありそうですからね、うん、楽しみですね、はい、あとはやっぱり酒井秀光調教師が NR グランプリで勝率のタイトルを狙えるぐらいのところにもいるっていう、それがやっぱりこう勝つべきレースはちゃんと勝っていくっていうね、うん、そういうのが数字に表れてると思うんですよね。そうですね、はい、さあそしてフロイラインスプリント新設の重賞ですが、こちらも振り返りましょうか。そうですね、3歳牝馬の短距離戦ですか、はい、勝ったのはビビアンエイトなんですけど、うん、前回がネクストスター北日本で2着だったんですけど、はい、その時は本当はもっと長い方がいいからノジギクショーを予定しているって言ってたんですけど、あれ出てないなと思ったらここを使ってきて、うん、ただやっぱり前の争いからは離れた4番手を追走でこうおっつけ同士だったから、これやっぱり距離短すぎるのかなと思ったらちゃんとしっかり差し切るっていうね、うん、で勝利インタビューで服部騎手もやっぱりもっと長い方がって言ってたので、これからマイルとかそれ以上になってどういうレースをするんだろうっていうのが楽しみになりますよね、うん、服部騎手は今年も4つ目ですか重賞ね。服部ジョッキーの勢いも素晴らしいなと思いますけどもね。フロイラインスプリントも振り返りました。アタックプレイバックでした。続いては特集コーナーアタックスペシャル。今回の特集は地方競馬通算1000勝を達成された兵庫の広瀬渉騎手です。あのこの番組でなんか特集したイメージがあるんですけど ね、 そうですね、昨年2月、はい、うん、なんかあの最近のような気もするんですけれども、はい、あの通算1000勝が近くなったところですね、あの番組スタッフの方に広瀬騎手からぜひぜひ特集をまたしてくださいということで、あのスタッフ曰く強力なアプローチがあったということで、はい、嬉しいですね、1000勝の瞬間をですね、はい、カメラに収めようとスタッフが競馬場の方に足を運んできました。こちらをご覧ください。5月9日第1レース発走前、取られてるやね、まさか密着ですか。はい、広瀬騎手の1000勝達成見届けますよ。まずは第1レース、前日に3連勝した勢いを感じさせる2着、記録達成も間近か。いや3連勝でかいですね、はい、なかなかないからね、頑張ります。ちょっとね、なんとも言えないんですよ、さっきの買っとかなかも。ありがとうございます、すみません、頑張ります。そう言い残して次のレースに向かった広瀬騎手、名勝ロールスをかわして8番俺の凄技、通算1000勝にあと1つと迫っている。しかしこの日は第1レースの2着が最高着順、メインレースの重賞野次菊賞でもクライムエンジェルに騎乗して花を切りましたが12着。5月9日地方競馬通算1000勝達成はなりませんでした。すみませんでした。早く勝てるように頑張ります。よろしくお願いします。なんとか決めます。翌5月10日この日は今年度のソノキンナイターの開幕日でした。第1レースから騎乗のあった広瀬騎手、レース後は必ず検量室にあるモニターでレース VTR を何度も見返します。第2レース、お、1枠1番の広瀬騎手先頭、ついにと思われましたが、勝ったのは杉浦騎手でした。まだ選手はさせれないですいや、そんな簡単に、そんな簡単には決めさせられへんけど、次ぐらい決めてほしいですよ。僕は乗ったいところでやったら次ぐらいで決めてほしいです。そして迎えた第3レース、頑張ります。その金ナイター3レース枠入り完了、スタートしました。2番のエクスペリオンは若干後手を踏んで後ろとなりました。エクスペリオンは後ろです。その後ろが一気に動いていった2番のエクスペリオン、広瀬渉が一気にもう2番手に上がっていった3コーナーカーブ、
先頭は2番のエクスペリオン、広瀬渡が先頭、6番ティアジャーカーが2番手、1番のアレイオン3番手が前に接近していく。先頭は5馬身から6馬身のリード、2番のエクスペリオン、鞍上は広瀬渡、広瀬渡一戦勝の五輪。広瀬渡騎手デビュー24年目で地方競馬通算一戦勝達成です。写真だね。わかりました。写真とかできます。やってもらう。ほかおくやろ。あーっすお前見た泣き声ですよ。シュッシュッ腹立ったからな、あれマジで。こんなんもうあんなんじゃなかったら、ここ楽逃げでもう逃げ切ってるわ、あれ。よっしゃー、あんまなかった。もう一回スタートだ。やばい。先生行けた。ありがとうございました。ありがとうございました。4コーナーで映画見せよとか言われた。初勝利。初勝利や。ありがとうございます皆さん。プラカードこれからの端っこやな。おめでとうございます。ありがとうございます。大きな拍手も湧いてます。今どんなお気持ちですか？ちょっと足踏みしたんでホッとしますけど、はい、ゴールの瞬間ガッツポーズも出ましたね。はい、結構プレッシャーかかって、はい、いらん出遅れとかもしちゃったんで、はい、勝ててよかったなと思って。スタートやっぱりヒヤッとしました。だいぶしました。はい、まあ、馬がほんまに馬に感謝ですね。この一戦勝という数字は意識されてたんですね。そうですね。こんな勝つと思ってなかったんで余計に、はい、すごいな、すごい数字だなと思いますけど。自分自身でもやっぱ思いますか、一戦という数字は？いや思いますね。まあ、その上の人がいっぱいいるんですけど、まあ、自分なりにはすごい数かなと思いますけど、はい、ほぼ丸23年での一戦勝なんですけども、内訳を見ると500勝までが19年、その後の500勝はなんと4年という年月の達成です。そうですね。まあ、遅さっき言ってたおかしいですけどね、ここ5年ぐらいですか。はい、本当いろんないい馬に乗せてもらってなんとかできたんじゃないでしょうかね。なんかご自身変わるきっかけってあったんですか？それいつも言われるんですけどね、これ難しいんですよね。僕何もしてないんでね、同じことを変わらずやってるだけですけど、はい、もうそれ以上ないですね。いや、もう日々の努力でしょ。渡るさんすごいですもん。全員尊敬してると思います。やっぱ攻め物もやっぱ昔からだしですけど、私もずっと見てきて、渡るさんが一番頑張ってるし、努力の賜物じゃないですか。戦勝はすごいと思います。周りを楽しくさせてくれる面白いいい先輩、いい先輩というか、僕がデビューした時から全然乗れてないところで追って、そっから出世の仕方を教えてくれたって感じ。背中デビューしてくれたんで、いい先輩です。尊敬できる先輩です。人柄ですね。技術もいいし、人柄もいいし、明るくて仕事真面目で、ふざけるとふざけてみたいな感じ、見習っていかないといけないなと思います。仕事量であったり競馬も上手ですし、まあ、ゲートも上手ですし、ゲート内でとも充実させてる、やっぱ感覚じゃないですかね。その感覚がすごいやと思います。真面目で、まあ、スタート上手なんですけどね。まあ戦勝決まった時は出遅れてましたけど、まあ良かったです。おめでとうございます。めっちゃ優しいです。めっちゃいい人です。めっちゃ尊敬できる方。残念ながらね、残念ながらいないですね。悪口言う人は渡るさんのことは悪口言う人、ほんまにここの競馬場で渡るさんのことを嫌いな人いないと思いますよ。それはほんまに自信持って言いますわ。いや本当ね、努力家ですよね。500勝を19年かけてやって、でも腐らずにこうずっと
なんだろう、こう調教から本当も朝早くから今も40という年ですけど、その年なってでもやっぱり朝早く出てきて若い子たちと変わらず乗り続けてるっていう、そのやっぱり努力をみんな見てるから、彼が若い時から苦労してるのよく分かってるので、乗り馬に恵まれない時期も長かったと思いますし、でその時からの確かに朝一からのひたむきに一頭一頭丁寧に仕事ぶりは本当に感心するぐらいなので、そういうのがやはり最近になってようやく開花して、僕としても昔からのそういう苦労してる時代の彼を知ってるので、本当に同じぐらい嬉しいですし、これからもどんどんチャンスあるものを依頼したいなと思ってるんですけども、調教自体がこれ以上余分に頼む隙がないぐらい入ってるので、それはちょっと悩みの種でもあるんですけどもね、どんどん調教からも乗ってもらいたい馬も多いですし、でレースでもどんどん乗ってもらいたいなと思ってます。そうですね、真面目なところですかね、朝早く起きて攻め馬も通すこなしてもらって、的確なポイントをね、馬のまあ、弱点そういうのもこっちアドバイス聞いたりしますんで、それをこっちで考えながら対策を練ってレースにつなげるような感じのことをアドバイスをもらうもんですから、それで信頼してます。本当でもコツコツの積み上げがこの数字になったわけですね。そうですね、無駄じゃなかったんでしょうね、はい、この1000という数字を達成して次目標どんなところですか。まあ、次のレース勝つことですね、はい、この先もどんどん成績伸ばしていくので応援よろしくお願いします。広瀬渉騎手でした、おめでとうございました。ありがとうございました。アタックからのブロック、あれまた井上寛太騎手が登場しました。前回はレシーブでしたけど、はい、今回はブロックしちゃいましたね。ね、井上寛太騎手もありがとうございました。密着 VTR ね、ご覧いただいたんですが、斉藤さんは広瀬騎手の印象というのはいかがですか。はいはい、やはり2021年の10月の兵庫若駒賞のガリバーストームでね、デビュー21年目で重賞初制覇、感動のがありましたよね、はい、でその重賞初勝利からここまでで重賞6勝という、うん、まさにこう、デビューから21年過ぎていきなりトップジョッキーの仲間入りしたっていう活躍が本当にすごいなと思うんですよね、うん、で今年も往診6-0でデビュー4連勝で菊水賞を勝って、うん、あとは何といってもタイガーインディーの活躍が印象的ですし、そしてタイガーインディーのいい流れに乗ったという意味では斉藤さんも、はい、黒船賞で本命にしたら3着になった、はい、ね、いやでもこれはやっぱりね、最近の広瀬騎手の活躍を見ていたから、これはちょっといけるんじゃないかと思って、美味しくいただきました。美味しくいただきました。そう、斉藤さんもね、応援してきた甲斐があったなというところもあるかもしれないんですが、さあタイガーインディーの話出ましたけど、グリキャップ記念にタイガーインディーが出走予定ということで、はい、5月の23日木曜日ですが、いいメンバー揃ってますけどチャンスありますよね。ありますよね、うん、で僕が実は中継の担当なので、僕にもチャンスがあるかもしれない。そうですね、はい、斉藤さんがこれ本命じゃなかったらちょっととかも。それは分かんないですよね、はい、そうですよね、どういう印を打たれるのかというのも楽しみですけどもね、ね、赤見さん、ね、はい、はい、あとはあれですよね、告知しなければならないことがあるんですよ、野球、はいはい、これについては赤見さんから言っていただいた方がいいんじゃないかと思うんですけど、園田ジョッキーズ対名古屋ジョッキーズで、はい、今回は伊丹市の球場で戦うそうですね、はい、6月1日土曜日、うん、はいはい、ぜひお近くの方は見に行っていただいて、うん、はい、広瀬騎手はあれですよね、ヤジ将軍でした。ヤジ将軍、確かにそれでも出ていただきましたよね。、はい、一回この番組でもね、はい、ちょっとその辺も広瀬騎手の活躍も期待というところなんですが、最後に野球のお知らせになってしまってね、はい、面白いですけれども。さあでも広瀬騎手、本当に今後も怪我なく大きな活躍を期待しております。今回はアプローチがあったということでこちらから取材させていただきましたが、はい、素晴らしい瞬間を見せていただきました。アタックスペシャルでした。続いてはアタックカミングレーシズのコーナーです。このコーナーでは日曜日に行われるグリーンチャンネル地方競馬中継で放送するレースの展望をお届けしていきます。まずは明日以降の JRA のインターネット投票を使った地方競馬の発売日程を確認しておきましょう。日曜と土曜は即パッドと A パッドで、
火水木は即パッドで購入可能です。日曜は盛岡、金沢、佐賀、火曜は盛岡、浦和、金沢、水曜木曜は紋別、浦和、笠松、園田、土曜は高知と佐賀のレースを発売予定です。さあ、明日行われる重賞3つ展望していきます。まずはこちら。はい、盛岡競馬場で行われるイーハトオブマイルです。イーハトオブマイルにアタック。明日の盛岡第11レース、3歳重賞イーハトオブマイル、ダートの 1600m、 ご覧の12頭による一戦です。では参考レースから見ていきます。まずは3月10日水沢の欧州弥生賞です。はい、休み明けでプラス30キロだったレッドオパール、3頭の追い比べを外にもたれながらも差し切って着差以上に強い内容でしたね。2着だったオフビートは逃げてよく粘りました。3着セイバーイラックは安定感があります。続いて3月24日あやめ賞です。はい、休み明け7番人気だった宮城シリウスが快勝しました。4コーナーでふわっとする場面もありましたが、間から抜けて初重賞制覇、休養を挟んで走りがパワーアップした印象です。宮城シリウスゴール。最後は4月21日ルスハイ日高賞です。はい、遠征馬もいて速いペースで流れた中で、レッドオパールは一旦下がる場面もあったんですが、直線で外に出すといい足で伸びてきて3着、スムーズに走れれば今回もチャンスありそうです。2番手ファーマティアーズ。参考レースをご覧いただきました。では3人の印見ていきます。こちら。はい、まず斉藤さんと赤見さんがレッドオパール本命ですが、斉藤さん。はい、まあやめ賞では宮城シリウスの3着だったんですけど、ルサイ日高賞がね、地元最先着の3着というね、ところを評価したんですけど、はい、ただ黒三角の桜トップキッドが藤井友人とここ2戦対戦してますから、うんうん、藤井友人があまりにも強すぎてそれに負けた馬たちってなかなか、ね、あのレベルが分かんないので、うん、ちょっと桜トップキッドも気になります。はい、はい、赤見さんもレッドオパールは本命ですね。そうですね、うん、ちょっとなんか乗り難しそうな面もありながら強いですから、はい、スムーズな競馬ができれば強いんじゃないかなと思ってます。はい、ここ坂井さんが桜トップキット、斉藤さんが気になる桜トップキット、盛岡の長い直線でもう一回足を見たいと思います。本命です。はい、まずはイーハートオブマイルの検討でした。さあ、展望レース続いてはこちらです。はい、金沢競馬場で行われるお松の方賞です。お松の方賞にアタック。明日の金沢第10レース17時45分発走、東海北陸交流の牝馬重賞お松の方賞です。過去4回地元金沢が3勝、愛知1勝となっています。では参考レースです。まずは3月14日名古屋の若草賞ドンコ記念です。はい、連勝が続いていたセブンカラーズが初めて負けるわけですが、序盤から厳しい展開でラスト切れ味勝負で4着でした。前走は馬の後ろで我慢するレースを経験、今回は巻き返しに期待です。3番グレースレビー辰代龍二号令。続いて4月19日笠松の草若葉特別です。はい、4番人気だったネオアマゾネスが勝ちました。早めスパートで最後迫られたんですが、抜かせない勝負根性を見せましたね。およそ2年ぶりの勝利と勢いに乗っていますから、重賞でどこまで戦えるかでしょう。最後は4月28日金沢で行われた A2 の特別戦です。はい、1番人気だったウィンコマチ、前2頭が飛ばす展開になって上がり勝負の流れになりました。3コーナーから動いていって先頭に立つと、そのまま押し切って5連勝、初めての重賞でも注目でしょう。お松の方賞の参考レースでした。ここも3人の印まとめてご覧ください。こちら。はい、まず斉藤さん本命が MT アンジェです。はい、まあ、10月の金沢スプリントカップが北海道から遠征のクーファーチャラに2着と好走した。で、休み明けだった前走が、まあ、とても強い勝ち方だったので、牝馬同士なら改めてという期待ですね。はい、そして赤見さんはセブンカラーズ。はい、やっぱりこれまで負けてなかったので、どうしてもこう逃げる競馬をずっと続けてきたと思うんですけれども、うん、まあ、ちょっとね、一回ああいう形になってからは前走こう競馬を覚えるような形になりましたから、うん、ここからまた快進撃を期待したいと思います。はい、
はい、小坂井さんはベニスビーチ。ベニスビーチですね。去年の覇者で吉原弘人騎手も4回中3回このレースを勝ってますので、いや巻き返し期待したいと思います。3人の印がバラバラでちょっと面白いレースですが、はい、お待つの片賞の検討でした。さあ展望レース最後はこちらです。はい、佐賀競馬場で行われる佐賀スプリングカップです。佐賀スプリングカップにアタック。明日の佐賀第6レース3歳以上の 1800m 戦佐賀スプリングカップ、発走は18時5分です。では参考レースを見ていきます。まずは去年12月24日に行われた中島記念です。はい、最初のホームストレッチで先頭に立ったヒストリーメーカー、あとは気分よく走って圧勝でした。集中して走れると強いですね。ここ2戦はダートグレードと遠征なので、地元馬同士であれば中心でしょう。続いて3月9日のタラダケ賞です。はい、高出しから逃げた栄心男爵、マイペースで運んで最後まで粘り通しました。自分の形になるとしぶといですね。2着だった里のディードは末足が武器の馬、上がり勝負の流れになれば怖い存在です。参考レースをご覧いただきました。ここも3人の印を見ていきます。こちら、はい、斉藤さんの本命が里のディードですね。はい、ディープインパクト3区、うん、はい、まあ、王位のオープンで構想があっての佐賀に移籍っていうことですよね。で、葉隠れ大商店は5着だったんですけど、はい、それでもあのセイカメテオポリスからコンマ9秒差ですよ。それで佐賀の、ね、重賞ならっていうことで期待したいと思うんですけど、前走も3、4コーナー一気のまくりで完勝で、ね、ただヒストリーメーカーもはまれば圧勝があってもいいのかなと思います。はい、そして赤見さんはそのヒストリーメーカー。そうですね、はい、なんか以前はね、佐賀でこうなかなか勝てないイメージがありましたけれども、うん、それを完全に払拭してますから、はい、もう地元同士であれば強いと思ってます。うん、小坂井さんは里のディード。里のディードですね、はい、やはり豪快なまくり、ここも期待ですが、ちょっと最近先行できるようになったタガノファジョーロとかリーチがこの距離でどんなレースをするのかもちょっと期待して馬券は買ってみたいと思います。はい、3人の印もご覧いただきました。佐賀スプリングカップの検討でした。では改めて明日以降の発売カレンダーの確認です。明日からの1週間は通常通り日曜、火曜、水曜、木曜、土曜の5日間です。思う存分地方競馬でお楽しみください。そしてグリーンチャンネル地方競馬中継の放送予定は、はい、明日日曜日は盛岡のイーハトオブマイル、金沢のお松の片賞、佐賀スプリングカップ、22日水曜日は浦和のプラチナカップ、23日木曜日は笠松のオグリキャップ記念を中心に放送を予定しています。アタック地方競馬、そろそろお別れの時間です。さあ、この番組で古谷武彦さんが北海道競馬の注目2歳馬としてゼロアワーという馬を挙げていただいたんですが、初勝利挙げましたね、デビューマッチ、はい、新種牡馬3区限定っていうフレッシュチャレンジで、はい、勝ったのがなんと3区が1頭しかいないステッペンウルフ3区のゼロアワーだったっていうのはね、まあ、本当に面白いですよね。はい、そうですね、しかもレースぶりも圧勝でしたもん ね、はい、ね、強かったですよね、強いレースですからね、はい、唯一の3区が新馬勝ち、しかもステッペンウルフ3区ってちょっと夢が広がる感じがありますから、今後ね、牝馬ですからどういう路線歩んでいくのか楽しみにしたいと思います。さあ、今日は盛りだくさんでお届けしました。今日のゲストは斉藤修さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アタック地方競馬、また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。